遅れて日差しがこんなに高くなっちゃいました。やばいです。小学校幼稚園ですね。ビルの中にあります。さすが香港。本当香港は熱帯です。このオールドピックロードですね。ゴミ箱があるんですけど、このゴミを持って歩くこのおじさんは最強ですね。毎日やってるんですかね。ちょっとピークとは別の方に行ってみます。コラムですね。普通は皆さんこれに乗ってきます。山頂まではこっちの道はまた向こうの山に通じますね。結構長いんで今日はとりあえずまた引き返して上に行ったり、ランナーに良さそうですこの道。どうも、今日は、ピークタワーの逆の裏側です。こちらですね。で、今日はそこで紹介します。これが、今日の1本です。アンバレンタインというフランスのメガネですね。こんな感じです。アンバレンタインはとっても人気でテオっていうベルギーのメガネがあるんですけど、それとともに大変あのコレクターの方よりも人気のメガネですね。これ紫と青の生地がこう入ってます。はい、ユーロです。夜になるとですね、ここもう列なんですけど、昼は全然です。ピークの駅です。トラムの